こんばんは、ベトキューです。全能力一の選手がみんなで PK 戦戦ったら全然入らなくて軽い地獄になるのではと思い、今回はそれを検証してみたいと思います。今日もよろしくお願いします。全能力一の選手の名前はオールワン。能力は全部1、特殊能力ももちろん0です。見た目はこんな感じです。チーム全員全能力一の選手でチームを組み戦います。では PK 戦スタート。注目の1本目は普通に成功。キーパーに止められるもこれはよくありますもんね。普通にいいコースに決める。これは能力一のキックじゃない。思ったより決まりますね。低めに強さを見せる全能力一のキーパー。ふかして外れる。ちょっと企画としては良い感じ。上の隅を狙うと枠を外す率高いですね。キーパーの逆を突き方向が追いつきました。やはり上のコース狙うと全能力1らしさ出ますね。良いコースに決め高校勝利。やや枠に飛ばないなという感じがありましたが、思ったよりはるかにキックうまかったです。コンディションを全員普通にしてもう一回戦ってみます。全能力一と思えぬ冷静さで決める。キーパーの能力も低いとしても決まりますね。普通に良いコースに決めるオールワン選手。これはキーパーの能力が低い決まり方。上は外すことが普通より多いですね。外してくれた方が企画的には成功。下はそんなに外さないですね。普通に決める。キーパーの能力の低さは感じますね。両チーム成功率高いです。勇気あるど真ん中で成功。触っても入るあたりに全能力1キーパーを見ました。ど真ん中決まりますね。高いコース狙いで外れ先行が勝利。今度は全能力99のキーパーを作成し、オールワン選手の PK 止めまくりに期待します。特殊能力で PK に強いのもつけたので期待できます。全能力99キーパーいきなりど真ん中決められる。全能力一の選手に普通に決められる最強キーパー。 PK は能力そんなに関係ないですね。地獄見れずちょっと寂しいです。止められないけど外す。
決まりますね。読みは全能力位置の選手が上のような気がします。動きは速いけど一本もやめれない最強キーパー。ことごとく逆をつくオールワン選手。足元やっと止めた。動き早すぎてコースを読むも決まり試合終了。この後全能力位置の選手対普通のチームで戦ったら全能力位置の選手チームが2勝しました。結論、 PK は運の要素が強い。全能力位置なら PK も決まらずシュールな動画になるだろうと思いましたが、予想以上に全能力位置でも PK が決まり普通の動画になりました。しかし企画するのも楽しいのでまたやりますね。今日も見ていただきありがとうございました。もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。